どうも、男子ライフトーキング、東南よい人でございます。はい、ということで、前回の動画からすごく、えー、ちょっと期間がね、空いてしまったんですが、まあ、その前回の動画、えー、電波の方々、シャープ #25、モガミモガの決断、僕らはどうするという動画、非常にたくさんの方に見ていただき、そして多くのコメントをもらうことができました。通常、 運転に切り替えようかなちょっとあの動画の後に出す動画をどういう動画に出したらいいかなっていうのを非常に迷いまして、えー、動画を撮る時間はまあ多少あったんですがちょっとそこで悩みましてでまた時間が経って、まあ、生放送などで本人たちの言葉をまあ聞くことがね あったりとかまあいろいろあったので、まあ、今回までちょっとそのことに少しね話をしてえ次回からえ通常運転にね切り替えようと思います。ということで「電波の方々」始まります。<music> と、えー、ということでですね、えー、と前回の動画からですね少し時間が経ちまして、えー、まずはみりんさんが、えー、自分の生放送ですねあのゲームの生放送の中で電波組を続けていきたいということをそしてもがまがで、えー、続けたかったという本人の言葉 えー、そしてあの「神々のニコ生ショッピング」もありましたねの冒頭で少し触れましたけども、まあ、一応メンバーの言葉、えー、そしてモガさんの言葉をまあ聞いてね、まあ、ちょっとこううん安,安心というかその、まあ、ちょっとホッとした感じはありますよねでまあやっぱり本当に本人は続けたかったっていう 気持とはいえで、まあ、なんかコメント欄とかではなんか「元気じゃん」みたいなことをこう書いてる人がいたし、まあ、元気な姿が見れてよかったって安心し,してる人もいたと思うんですけど僕個人で言えばそんなに元気そうだなっていう印象はなかったです。なんかやっっぱりちょっとこう 無理をしてていいるなっっうのもあったしで、えー、今日、えー、と火曜日ですけど昨日のもがモがガガは体調不良により、えー、と再放送ということで、まあ、その前回からまだ体調が悪化したというよりは先週の時点で体調はまだそんなによくなかったっていう感じなのかなと思います。でまあ、一応 仕事をセーブするという形をとったのかなという感じですかね、まあ、僕の,あの予想っていうか、まあ、予想ですけどね、いろいろ不安なことはね、いっぱいありますし、本当にこのもがちゃんがいなくなったんだっていうのを実感するのは、これからなんですよね。今年、まあ、あツアー武道館、終えてから、グループでの、 ライブ活動がお休みしている中、えきっと、まあ、タイミングは分かりませんが、来年はまあ必ずライブ活動を復活すると思うんで、まあ、その時ですよね、本当にあ、もがちゃんがいないんだっていうのは、やっぱりステージ上に最上もががいないっていうのを目の当たりにした時に、改めてもう一回この、うん、その実感が湧くというかが、そのタイミングが訪れるのかなと。 思いますでも、あのー、きっとそのメンバーがねそれを一瞬でみんなのパフォーマンスで取り払ってくれるんじゃないかなとそう僕らもそれに応えてあのお互いにねこう盛り上げ合ってなんかこうこのこれをこう乗り越えていけたら一番こういい形かなというふうに僕個人は思います。で前回のそのそ動画 あの時はやっぱりそのそのも、もふくちゃんの言葉にこうすがりつくというか、これからのみんなのね、これからの活躍が楽しみでしかないという言葉にこうしがみついていた部分があったんですけど、この動画を出して、あの皆さんからのコメントをいただいて、い本当にね、いいコメント、たくさんのコメントをいただけて、本当に嬉しくて。 コメントで、改めて僕の中に、その、楽しみだっていうことを、こう、自分の中にちゃんと落とし込めたかなっていうふうに思います。あの、本当にこれは動画を出してよかったなと思えたし、本当に皆さんのおかげです。あの、本当に、あの、ありがとうございました。そう、本当にこの動画を出してよかったなと思いました。今後もね、皆さんと。 こう天パ組をね盛り上げていきたいなと、そしてモガミモガを盛り上げていきたいなと思います。まあ、とりあえずひとまずはこのゆっくり休んでほしいなっていうのがまあそれだけですよね。もうしっかりと休んであの体をねちゃんとした状態にこう戻してほしいなっていうのがもうそれだけですねとりあえずは。ということで今回はですねその 改めてこの動画をきっかけにして僕がこういうなんか活動をしているというふうにしてくれた方がいると思うので改めてこのチャンネルのお話と僕の今後の予定を少し、えっと、話したいと思います、えっと、このチャンネルはですね電波組インク専門のチャンネルではありません、えー、僕,が僕の好きなもの好きなことをこのおしゃべりをふんだんに交えて紹介していくという ののチャンネルの中で、まあ、僕がね電波組にはまっているので「電波の方々」というシリーズを出しています「電波の方々」っていうタイトルなんですけどわかると思いますけど「電波の神々」をもじっているわけなんですが「電波の神々」っていうのはそもそもメンバーが会いたい神に会いに行くっていうのが基本のコンセプトとしてあるんですけど、まあ、僕らが会いたい神は電波の方々 あなたたちそのものなんですという意味で、電波の方々という名前を付けました。で、電波が神々と迷ったんですけど、あの憧れとして、電波の神々は神々って省略されるじゃないですか。なので、同じようにこう省略されて呼ばれるようになったらいいなということで、神々っていうのは避けて、方々というふうにつけました。で。 あの方々見ましたって言ってくれるようにちらほらこう声をいただくようになったのでいや本当にそれもねこう嬉しく思ってますああ電波の方々にしてよかったなという感じでまあなんか響き的には電波が神々の方がまあ良さそうなんですけどね、まあ、ちょっとこの省略されたい憧れをふんだんに込めて電波の方々としたということでで他にですね電波ビュー というシリーズもありますこれは電波の現場でインタビューというのを縮めて電波ビューということであの現場に遠征でね現場に行った時とかにデオタさんにインタビューを伺ってます。あなたの推しは誰ですかというのとその推しの一番の魅力そしてまあ現場イベントや、ね、ライブがあった時はその感想などを聞いてあこの人は推しに対してこう こここのししに対してうういうととろが好きなんだとか、まあ、例えば接触イベントに参加した人のこの挑み方どういうモチベーションでどういう作戦を持っていっているかとかそういうところから自分の現場のためにこう勉強しようということでいろんな方にインタビューを伺っていますそのシリーズもあるのであのぜひ気になった方は見てみてください、えー、そして、えー、最後に今後の予定なんですが えっと、ミリタン東京ですね、この1部、2部に行きます、で、それはまあ決まってて、こ、まあ、今年はそのミリタンが遠征ラストかなと思ってたんですが、急遽あの発表ありましたね、青森で横島オフライン、そして東京では、エイカラ様、ゲスト、古川みりんということで、まあ、水玉オンライン案件かなと。 ということで、これはちょっと行かなきゃいけないだろうということで、エイカこちらも先行で、あの、本当、運良くチケットをゲットできたので、急遽、えっと、8月の31日か、こちらにね、また東京遠征をちょっともうぶっ込みまして、かなり無理しましたけどね、えー、行きたいと思います。えー、ぜひ、あの、現場かぶる方、あの、お会いしてもいいよという方は、ぜひ、あの、お会いしたいなと思っておりますので、 よろしくお願いします。ツイッターなどでね、声かけていただけたら嬉しいです。はい、えー。ということで、前回の動画から少し時間を置きまして、まあ、思うところ、そして、まあ、このチャンネルの説明、そして今後の予定と少しお話しさせていただきました。そして次回からはですね、通常運転で、まあ、あるのかわからないような内容の、まあ、ちょっと薄い内容のものをね、お届けしていきたいなと思いますので、基本的にはこう、 楽しいことだけをこの発信していきたいなと思っていますのでぜひぜひよろしくお願いしますはいということで今回もちょっとね長くなってしまいましたが次回もまた皆さんとこのチャンネルでお会いできたらと思いますそれではおもいもい